ンザウルス幻のベストマッチを鳴らしたい第2弾で、今回はコメントがめちゃくちゃ多かった F1 と恐竜のベストマッチの F1 ザウルス。その F1 フルボトルは未発売の警察フルボトルと組み合わせることでドライブのレジェンドベストマッチが鳴るんだって。でさらに F1 ザウルスの片割れの恐竜をライダーシステムと組み合わせることでエボルマッチ音声も特別なものが鳴るってことで、今回は恐竜 F1 警察を作って3つの幻のベストマッチを鳴らしていきましょう。で今回なんで万能の友情フルボトルを使わないかっていうと、裏側を削るのがまあまあ大変なのと、形状が近いボトルがそれぞれありましたので、それをピックアップしました。トラが恐竜1、 UFO が F1 1、魔法使いが警察1。今回はブログの特撮玩具好きの部屋さんのページからピン配列を確認させていただきました。ありがとうございます。リンクは概要欄に貼っておきます。まずはトラのここの2箇所、これ通常はトラじゃんが、この2箇所を削ることで、あ、これメガネとかね、ちゃんとはめてやってね、危ないから。えい。5秒で加工 OK じゃない?これで、恐竜。おー、すげー。そしてデラックス版使うと、ちょっともったいないんで、今回は食玩ガシャポン系を中心に加工しました。同じ要領で UFO の、ここの真ん中のピン2つを削ると、おー F1 だ!やばい。もうこれで1個ベストマッチじゃん。で、魔法使いのウィザードで使うやつを、ここ大変。真ん中の長い棒、これを切っちゃいます。これで、警察官ですって。これを F1 と組み合わせることでドライブのレジェンド音声が鳴るわけか。あとライダーシステムと恐竜でエボルマッチだって。では幻のベストマッチの F1 ザウルスいきましょう。ベストマッチ来た。変身。一説には F1 の固有名詞が使えなくて未発売になったって話ですが、実際はどうなんだろう。そして幻のベストマッチ2つ目来たね。ちょっともう一回鳴らそう。うわいいなの帝王 F1 ザウルス。この辺はいつも通りですね。じゃあそのまま F1 を使って警察官と組み合わせることでドライブのレジェンドベストマッチだって。マジじゃん。 F1 とベストマッチ。あ、なるほどね、フォーミュラーか。あ、そのままタイプスピードだ。
すげえ。忘れがちだけど、レジェンド音声鳴ってたもんね、一部。この辺も変わらず、オレンジロックとかでガイムとかね。もうアレンジとかなく、そのまんま流れる感じだね。次はエボルマッチ、恐竜とライダーシステムだって。ダイナソー？あ、なるほど、恐竜だからダイナソーか。ダイナソーって聞こえるけど、ダイダッソーって言ってるもんね。ほら、ダイダッソーだ、明らかに。じゃあ恐竜、ライダーシステム、エボリューション来た。エボルドライバーから幻の変身音来た。これがエボルダイナソーか。めっちゃコメント欄に書いてあったわ。で、ダイダッソー、ダイダソー、ダイナソーって言ってるから、ダイダッソーからちょっと変わってく感じ、セリフが。じゃあ、ダイダッソーで合ってんのか。ダイダッソー、ダイダソー、ダイナソーって言ってる気がする。あ、すげえ。じゃあ単体セット時の大脱走は正解なのか。この辺は共通音ですね。てことで3つの幻のベストマッチ一気に鳴らしました。ではデラックスガングレンド検証いきましょう。警察官が、おお、ポリス、ポリポリポリースじゃん。おお、そして F1 が、おい、ならない、あー F1 ならない、おお、ならない、ならない系です。てことはここで、こうして、こうしても、亜種変身しか、亜種変身音しかなんないんだ。あ、共通音。へぇー。やっぱ認識しないんだな、発売してないやつは。じゃあ、フルボトルバスター行きましょう。おー、いけるね。 F1 フルボトル、おや、お、フルボトル認識なし。警察官、警察官、ミラクルマッチです。ミラクルマッチブレイク。ってことで F1 の認識はなし。やっぱ未発売は F1 のせいなのかな。恐竜、フルボトル、フルボトル、ビームアタック F1、 フルボトル、ここでもフルボトル、警察官、フルボトル、全部フルボトルですね。ネビュラでは
一緒だな。まあ、なるだけいっか。あ、なんない。え、マジ？恐竜なんない。あ、なったなったなった。あ、ロストマッチ。一応この辺は3つともなるね。スクラッシュドライバー、恐竜、チャージボトル。お、チャージボトル認識 OK。 はい、チャージクラッシュなるし、ディスチャージ、お、認識するね。警察官って感じで、しっかりとここでも認識します。はい、ということで F1 ザウルス、ドライブ、エボルダイナソーの幻のベストマッチ3つを一気に鳴らしました。もう放送終了後から何年も経っておりますが、本当隠されてた変身音声まだまだ鳴るね。 F1 ザウルスが特にコメントが多かったんだけど、次にカップ麺、カップラーメンとエナジードリンクサラリーマン、ブラック企業サラリーマンベストマッチみたいな、カップ麺とエナジードリンクがベストマッチするらしいんで、似たようなボトル探して次の動画で紹介したいと思います。どんなサウンドが鳴るのそれ。以上、ビルドドライバーとエボルドライバーの幻のベストマッチ検証動画でした。